モデルとなったルナーの A1K ゴードンは、イギリスの幼児向け本、記者の絵本、またその映像化作品、機関車トーマスに登場する、テンダー式蒸気機関車。ウィルバート・オドリー原作の絵本、記者の絵本とその映像化作品、機関車トーマスと仲間たちに登場する蒸気機関車であり、映像化作品においては、レギュラーの立ち位置にある。車体番号は 4? 色は青。 映像化作品では一人称が俺になっているが、記者の絵本では他の機関車同様僕と訳されている。二人称は基本お前だが相手によっては君やあんたという場合がある。プライドが高く威張りんボでうぬぼれが強い。仲間の忠告を聞かないことが多く、それが災いしてトラブルや事故を起こしてしまうことがある。仕事は真面目に行うが、 視線の走行を任されたり、貨車を引かされるとへそを曲げるなどエディーを飲みしてしまうこともあり。TV 版第20期第3は、ヘンリーか、ゴードンか、において、ヘンリーと仕事を入れ替えることになった時は仕事を投げ出した。自分の速度には誇りを持っており、自分より速い機関車に嫉妬することもある。ジェームスやヘンリーと組んで、小さな機関車をからかうなど、短期で意地悪な一面も持つ。 作品においては、汚い貨車を扱うのを嫌がるジェームスや、サー・ハンデルに毛病といった口絵を教える場面もある。一方で豪快かつぎり硬い面も持ち合わせており、同僚の機関車たちはもちろん、客車や乗客への優しさを忘れず、いざという時には、持ち前のパワーで窮地を救う。仲間たちとは、お互い見下し合うこともあるが、最終的に和解し、役に立つ機関車として尊敬し合っている。 第7期より登場するスペンサーとは、スピードで張り合う、ライバル関係にあり、出会うたびに、競争や言い争いが始まる。口癖は、急行列車のお通りだ。災難があった時は、全く、なんてこったということが多い。記者の絵本とテレビシリーズ共通で、ゴードンが頂上まで到達できず、立ち往生してしまう丘を、ゴードンの丘と呼んでいる。その他、TV 版、 第5期第3話、ゴードンの窓ではブレーキが効かなくなり暴走。オープンしたばかりのカークローナン駅の壁に激突し、トップハムハット教と付き人が負傷する事故を起こした。この時に開いた壁の穴を利用し、ゴードンの窓が作られた。2回目は自分のブレーキが効くようになる。t v 版第10期では、スピード新記録達成のため島中を回ったが、 故障したヘンリーを助けるために記録作りを諦めたことがある。その後改めてスピード記録を達成し、トップハムハット卿から記念として自分専用の客車をもらった。長編第12作では、トーマスの提案を聞いたトップハムハット卿の勧めで流線型の車体に改造され、グレートレールウェイショーのスピード競争の代表に選ばれた。しかし、 安全確認を促すビクターの静止を聞き入れずに、出発したため安全弁をつけ忘れてしまい、レース中ボイラーが破裂するハプニングが起こった。1942年、ウィルバート・オードリーがマシンで寝込んでいた息子のクリストファー・オードリーに意思を持ち会話をする長期、機関車が登場する物語を読み聞かせた。ウィルバートは、その物語で、機関車、 エドワードの優しい性格を際立たせる役割として、意地悪なゴードンというキャラクターを登場させた。名前の由来は、当時オードリー宅の近所に住んでいた、楽器大賞であった。1987年刊行の書籍、アイランド・オブ・ソドウ、イッツ・ピープル、ヒストリーレールウェイズにおいて、ウィルバートはゴードンが、グレート・ノーザン鉄道の実験機関車として製造された、車両だと記述している。 ロンドンノースイースタン鉄道の A1 型がモデルで実在する有名な機関車ルナー A1K1472 号機フライングスコッツマンの弟の1482号機という設定である。ただしゴードンはオードリー牧師独自のアレンジで実際の A1 との相違点が多く、これらはソドウ島入線に際してクルー工場で改造された設定で原作。 第23巻では、フライング・スコッツマンとお互いだいぶ変わったことを語り合っていた。なお顔のモデルは、当時の担当編集者、エリック・マリオットと伝えられている。なお、TV 版、第2期第13は、ディーゼルの悪だクみにて、走るソーセージという別称で呼ばれたが、これは、モデルとなった A1 型ではなく、W1 系のエピソードである。ただし、 復刻版の原作絵本では、テレビシリーズに準じて、俺様と訳されている。t v 版、第3期第4話、ゴードンと有名な機関車ハット t v 版、第4期第16話、サー・ハンデルの毛病等だが、出てきたのは2017年現在そのシーンのみ。ザ・トーマス・ザ・タンク・エンジンマン・バイ・ブライアン・シュブリー、ISBN0 から434969095パッド、見てもわかる違いとして、 元になった A1 型はテンダーが4軸車なのだが、ゴードンは3軸のものに変えられているなどがある。ありがとうございます。